こんにちは。特定非営利活動法人福井教育支援サークルの吉田です。今日は4年生の概数についてお話をしたいと思います。概数の中でも四捨五入というのがあります。これも思ったより手順が多いんです。例えば1000の位までの概数にしましょうという場合ですと、1の位、10の位、100の位で1000、1000ですからここまで残すことになりますね。その場合1つ前の位の7を四捨五入、7は四捨五入で5以上の数ですから繰り上げるということになりますね。これ今言ったことを理屈で説明してはいどうぞでは子どもなかなかできません。これもやはり手順が分かるようにやってきます。子どもたちに指導するときには1000の位までなので1、10、100、1000、1000まで残すのでここに線を引きます。まず線を引かせます。次にその一つ下の位を四捨五入するので丸で囲みます。はい、7は切り上げですか切り捨てですかって聞きます。これはすぐ切り上げというふうに返ってきます。7は切り上げなので4を5、切り上げてしまった後は5000、このようになりますね。矢印を書いてこのように刺していくと手順が非常によくわかります。これも何度も言ってますが、全ての子どもたちにきちっとやらせていくことが大事です。もちろん切り捨ての場合もあります。例えばこの場合ですと1、10、100、1000、線を残すんですから線を引きます。その下の位に丸をつけて、切り上げですか切り捨てですか、1ですから切り捨てですね。捨てる、全部捨てて5000、このように刺していきます。こうするとミスがかなり減ってきます。それから概数による計算ですね。この場合も私は丁寧にするように子どもたちにいつも話をしています。例えば34,980足す21,200というような足し算を1000の位までの概数にして計算しましょうと、こういう問題よく出てきます。こういう場合もさっき習った方法で必ずやらせます。1、10、100、1000、1000まで残します。9は切り上げですね。ここが5になります。残りは0。この下に3万、矢印もつけて書かせます。次21,200、1、10、100、1000ですからここで線を引いて、2は切り捨てですから0をつけるだけですね。と矢印を引いて21,000となります。こうやって手順をきちっと書かしていく、その上で計算をします。は56,000、このように刺していきます。